雪笹は、ユリカの多年草。エペジー植物分類体系では、ユキザ笹は、ユリメユリカからキジカクシメキジカクシカに分類される。また、属としては、旧キ,キザ笹属に属していたが、旧キ,キザ笹属は、マイズル草属に含められた。地下に根茎があり、肉質で直径4から7ミリメートルになり長く、横たわる。茎は丸く、高さは20から70センチメートルになる。 茎は直立するが、上部は斜上し、上部に行くに従って、荒い毛に覆われる。葉は茎の上部に誤生し、葉心は長さ6から15センチメートルになる。卵状長楕円型で、先は鋭く尖り、基部は円形、または、節型になる。葉の両面に荒い毛が生え、特に裏面の葉脈状に多い。下記は5から7月。茎先に塩水果汁をつけ。 小さい両性花を多数つける。果樹と花柄にも荒い毛が多い。可比変は白色で6個、長さは3から4ミリメートルになる、長大型で幅は狭く平らかいする。湯水は6個あり、可比変より短い。髄の花中は長さ0.5から1ミリメートルで、中等はマリーカわずかに3列する。果実は休憩の液化で、 敬語から7ミリメートル、はじめ緑色であるが後に赤く熟す。日本では、北海道、本州、四国、九州に分布し、産地の落葉紅葉樹林の臨床に生育する。国外では、朝鮮半島、中国大陸、ウスリー、アムールに分布する。春の若い芽は、山菜となる。和名の由来は、雪笹の井で、花が白いので、雪に例え、 歯が笹ささに似た形状によることからという、アイネ語名ではネを、ペペロという、ありがとうございます。